第19回東京音楽祭は19回目の東京音楽祭である。1990年5月30日、アジア大会が中野サンプラザで、1990年6月1日、日本武道館にいて世界大会が開かれ、ウィルソン・フィリップスがグランプリ受賞。前年の世界大会はアジア大会と世界大会で香港と韓国から、 それぞれの歌手が一組ずつ、計4組が出場したが、第19回大会では、アジア大会と世界大会で、日本からの出場歌手以外は、住み分けがされた大会となり、日本以外のアジア勢は、アジア大会のみの参加に集約された。オープニングは、ベルリンの壁崩壊シーンや、天安門広場でのデモシーン、ペレストロイカのニュースシーンなど、大きく変わる。 世界情勢の映像が映し出され、ステージセットも中央に地球や世界を表現した大きな鉄骨枠組みの球体が配置されたデザインで演出された。オープニングは前年のグランプリ歌手、オフラハザの受賞曲、インニンアルを披露。また、オープニングの歌手紹介ではアーティストそれぞれのロゴが表示され、ビジュアル面でもこれまでの世界大会とは、 雰囲気が違った演出が施された。放送内では、恒例となっている、審査員の紹介がなく、公式プログラムのパンフレットにも表記がないため、公式の審査員はこの大会のみ不明である。時世を反映したオープニング映像の象徴となる、17年ぶりの、ソビエトから参加のロックグループ、ゴーリキーパークは、ビザの関係で出国ができず不参加となった胸が、 司会者の小林茂から発表された。グランプリ受賞のトップバッター3人組ユニット、ウィルソン・フィリップスのカーニー・ウィルソンとウェンディ・ウィルソン姉妹は、ビーチボーイズのブライアン・ウィルソンの娘であり、ゲストシンガーのビーチボーイズメンバー、マイクラブから受賞の発表と、トロフィーが渡され、3人とも歓喜はまって大喜びする、映像が放映されている。この年の年末に活動休止になる。 司会の宇崎流動による、和太鼓ロックの流動組、日本代表として、沖縄の地域色豊かな林間バンド、中国内モンゴル出身で伝統の黄金なども取り入れる調教、東南アジア勢は、ワールドミュージックのアジアブーム引付役で頭角を表したディックリーを筆頭に、民族性の濃い歌手から、ポップ色を全面に出した歌手まで、幅広いアジアンミュージックジャンルが揃った大会になった。 また、中華圏からは、台湾、中国、香港からそれぞれ参加があり、日本の演歌や歌謡曲を好んで、多く歌うことで知られる、台湾人気歌手本、論本は、その後日本でも知られる存在となる。服部隆高行によるアジアの今を伝える映像も花を添えた。第11回大会までは、韓国代表は、チョゴリー賞の女性演歌系歌手の歌唱が定番となって、いたが、 第12回のロックバンドソンゴルメの出場以降は、女性はアイドル系、男性はロックやポップグループバンドの台頭が目立ち、第19回もポップロックバンドのユーヨンソンザコネクションが参加。アジアの音楽業界の変化も感じられた大会となった。アジア大会は賞を定めていない形式で行われた。ゲストシンガー服部と久、福田一郎など、 約10名。参加9曲参加13曲。ありがとうございます。